をした、楽器なんですね。弦が3本だけ張ってあります。で、今パラリンピックもやっております。この間までロシアでソチでオリンピックもやってましたけど、そのロシアの民族楽器なんです。で、弦が3本あって、全部この指で弾く楽器なんですけれども、今日はちょっとその奏法によっていろんな音が変わります、音色がします。それを楽しんでいただけたらと思います。まず1曲目、皆さんよくご存知のカリッカを演奏させていただきました。次はちょっとあまりご存知ではないかもしれないけれども、みんなの手元を注目してください。いろんな奏法が出てきます。ロシアでは大変有名なロシアの踊りの曲です。舞曲なんですけれども、月は輝くという曲を聴きください。この曲は明るい月夜の晩に、若い若者が昼間あった素敵な彼女の家に遊びに行こうとするんですね。で、ところが自分が目をつけてた素敵な彼女の家は僕は分からないんです、知らないんです。実はで知らないんだけれども、どうしても彼女に会いたいから会いに行こうかなと思うんだけれども、どうしようと悩んだところで、もう一人自分のお友達の彼が彼女の家を知ってるというんです。じゃあ二人で行こうとルンルンと出かけるんですが、その間で若者はちょっとだけ不安になります。で、何が不安かというと、彼女は僕よりも僕の友達を気に入っちゃったらどうしよう。でも若者だからそこはまあ気にしないで出かけていくんです。で、出かけていきました。で、いよいよ彼女の家まで着きました。下から彼女を呼ぶと、彼女が出てきて何と言ったかって言ったら、こんな夜中に訪ねてくるような男の子は私は好きじゃないって断られるんだけれども、それでもめげないという楽しい曲です。お聴きください。